メンバーシップも始めたので概要欄をチェックしてください。バーホッタインビエンクンダーバッダウゾイ年格版ハイキムチャウファンハイクワッニェ。皆さんこんにちは、ホック TV のホックです。今日もスペシャルゲストに来てもらっております。今日のスペシャルゲストは彩香さんと舞さんです。こんにちは、お願いします。で今日はなんとダナン旅行に来てるんですよね。はい。で以前にも2人にホック TV に出てもらっていて、2人はベトナムが好きでベトナムに移住した、日本人女性ということで前回もインタビューさせてもらっております。で今日はダナン旅行を一緒にしたので、ダナン旅行の感想とか楽しかったところとか、また以前インタビューしたのがもう半年ぐらい前なので、またこうベトナムの好きになったところとかいろいろ聞いていきたいなと思ってますので、本日はよろしくお願いいたします。お願いします。でまずダナン旅行について聞きたいんですけど、お二人はダナンは何回目ですか？何回来たことがありますか？私は3回目です。私は初めて来ました。あ、じゃあ彩香さん、ダナンに初めて来てみてなんかこう感想とかありますか？ダナンの食べ物がすごく日本人に合うのかなと思って、すごく食べ物が美味しかったのと、あとまあ後で多分話すと思うんですけど、ホイアンに行けてすごく楽しかった。舞さんは3回目ですか？はい、3回目来てみてなんか印象はどうですか？やっぱりダナンは都会でもなくて田舎でもなくて、なんか過ごしやすいなと思いました。なんでそんなに何度もダナン旅行に来てるんですか？1回目は出張で、2回目は遊びに来ました、はい、で3回目も遊びに、はい。今回の旅行で何をしたかちょっと思い出しながら、食べたものとか行った場所をちょっとおさらいしてほしいんですけど、お願いします。初日、朝ミークワンを食べました、はい。そしてミークワン食べて、はい、買い物して、買い物して休憩して、ホイアンにバイクで行って、でホイアンにある船に乗って、ナイトマーケット少し見て、で晩ご飯揚げワンタンを食べて、で1日目は帰って、で2日目は朝何食べたかな。朝はホテルのバイキングで、それから海に行って、マッサージして、コンガ食べましたね。コンガ食べてで、サンワールド、遊園地、はいはい、行きました、はい、観覧車乗りました、はい、観覧車乗りました、はい、で、夜はシーフードを食べました。はい、この2日間でいろんなものを食べたと思うんですけど、まずその美味しかった料理、おすすめの料理、美味しかった料理について聞きたいんですけど、彩香さんのこの2日間で一番
美味しかった食べ物は何ですか？私は1日目の夜に食べた揚げワンタンです。揚げワンタン、うん、おお。揚げワンタン、なんか揚げた、何揚げた餃子の皮、そうそう揚げた皮みたいなの、春巻きの皮みたいなのの上にエビとかパイナップルとか、うんうん、ま、なんか、ね、玉ねぎか、うん、玉ねぎとか乗ってて、それが、まあ、結構このくらい、うん、一つこのくらいの大きさで甘い感じで、うんうんうん、すごく美味しかった。ハノイでは食べたことがない？食べたことないです。日本でも食べたことがなかったので、うん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 、初めて食べてすごく美味しかったです。ベトナム語でその揚げワンタンを何というか分かりますか？分かりません。ではあの視聴者の皆さんみんな知ってると思うのでコメント欄で料理名が分かったら教えてください。じゃあ舞さんは何かこう美味しかった食べ物とかありますか？私も揚げワンタンが美味しかったのと、はい、あとはシーフードで茹でたエビが美味しかったです。あ、はい、揚げワンタン人気ですね、はい。揚げワンタンはダナンに来る前から食べようと思ってたんですか？いや、私はよし、え、食べようと思ってた、思ってましたあ、私はあんまり記憶になくて、印象になくて、たまたま食べた。多分舞さんが調べてくれてて、で食べたらめっちゃ美味しかったっていう。うん、ハノイのシーフードとやっぱりダナンのシーフードってやっぱり違いますか？うん、なんかエビはプリプリしてて身が大きかったと思います。新鮮な感じ、うん。ホイアンについての印象を聞かせてください。どうでしたか？彩香さんはホイアン初めて行ったんですよね、はい。どうでした？ホイアンはそのベトナムに移住する前から行ってみたかったところで、うん、まあ、ベトナムにもし移住できたら絶対行きたい場所の一つで、うん、まあ、今回ホイアンに行って、でやっぱその本で見るみたいに本当に綺麗で、で船もすごいなんか雰囲気があって楽しくて、ほんと綺麗な街だなって、すごく楽しかったです。はい、舞さんはどうですか？私は2回目で、前回は昼だったので、うん、今回は夜行ってみて、やっぱ雰囲気が違って夜の方が綺麗だなって思いました。なるほど、はい。で今回、まあ、まだ、今日の夜ハノイに戻る予定なんですけど、今回の旅行で一番楽しかったことは何ですか？思い出に残ったことをぜひ教えてください。私は、まあ、もちろんホイアンに行きたかったっていうのがあったので、まあ、それ行けてよかったっていうのと、まあ、それ除くと、さっきそのダナンの魅力言うの忘れてたんですけど、うん、海がすごく綺麗で、はい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 、なんでビーチでそのまあゆっくり椅子に座って海見てるのも本当に楽しくて綺麗で癒されたので、うんうん、海とホイアンのナイトマーケットですかね、うん、はいはい。まあ本当に海がある街ってすごいいいですよね、うん、癒される、うんうん。舞さんはどうですか？私は今回初めて、遊園地に行ったので、それがすごい面白かったです。はいはいはい、はい、でも遊園地ってまあ日本にもあるじゃないですか、やっぱり。でもベトナムで遊ぶ遊園地っていうのは違いますか？違いますなんか安くて、いろんな乗り物に乗れるなって思いました。あ、なるほど、はい。待ち時間もそんなかからなくて、うんうんうん、いいですね、うん。で前回はカットバー旅行行きましたよね。あのカットバー旅行の様子の
YouTube のリンクは概要欄に貼っておくので、ぜひよかったら見てみてください。で、前回カットバ旅行行って、半年ぐらい経ったんですかね、半年後にダナン旅行行って、もうベトナムに住んでる期間も半年長くなったと思うんですけど、どうですか？前回は多分ちょっとまだ慣れてないとかそういうことを言ってたと思うんですけど、まあ、また半年さらに住んで、今2人はどれぐらい住んでるんですか、結局、合計で1年半ぐらいですか。1年半、前さんも1年、私は1年3ヶ月ぐらい。1年半と1年3ヶ月住んでみて、まあ、旅行も行ったりいろんなところ行ったりいろいろ経験して、半年前と今とベトナムそのものの印象って何か変わりましたか？うん、まあ、私はまだハノイと、まあ、ダナンホイアンしか行ったことがないんですけど、ハノイはなんそのすごい歴史があるような、うん、こう街の様子だったり、こうホアンキエムコとか、すごい人が多くて活気がある印象 でダナンホイアンはこう自然が豊かで、こうゆっくりした時間が過ごせるような印象だなと思って、その同じベトナムでも北南東西で全然その気温も違うし、まあ、もちろん景色も違うし、人柄もやっぱり違うなと思って、ベトナムって面白い国だなと思います。そうですよね、うん、食べ物の味も種類もね、うん、北部と中部やっぱり違いましたもんね、うん、はい、ありがとうございます。まいさんはどうですか？ダナンに3回目で来てみて、ベトナム語を今は勉強を続けてるので、ハノイのベトナム語とダナンのベトナム語が違うなっていうのが今はよく分かりました。話し方がなんか柔らかい感じがすごいしました。うん、うん、そうですよね、はい、私もベトナム語の学習始めて10年ですけど、やっぱり北部の言葉がメインなので、中部来ると全然分かんなくなりますね、全然違いますよね、はい、あと私が思ったのは私がなんかダナンってすごい、うん、そのドレス、結婚式のドレスのお店が多いなって思ってて、なんでかなって考えてた時に、やっぱりここで結婚式、ダナンで結婚式をする人が多いからなのかなっていう自己完結したんですけど、ハノイよりもなんかドレスのお店が多いなって印象です。やっぱりハノイにはハノイのいいところがあって、発展してたり、まあ、人口も多いですし、すごいこう人がたくさんいるっていうのがあって、まあ、ダナンにもダナンのいいところがあって、海があったりですとか、やっぱり観光地らしく食べ物屋さんとかたくさん、レストランとかもたくさんありますよね。あと海に面してるからシーフードも美味しいとか。でもやっぱり一番びっくりしたのはやっぱり天候ですよね、うん、ハノイはなんか本当に最近こう空が曇ってる日が多いですけど、ダナンは毎日青空が見えるっていうのが私が今回旅行して一番嬉しかったことですね、うん、じゃあ最後の質問なんですけど、まあこの1年半ぐらいいろんなところ行ったと思うんですけど、まあ、カットバ旅行行ってダナンに行ってホイアンに行って、ただまあもっともっとベトナムにはいいところとか、綺麗な場所とか美しい景色たくさんあると思うんですけれども、お二人がなんか今後行ってみたいなっていう場所がどこかあればぜひ教えてください。私はまだ
ホーチミンに行ったことがないのでホーチミンに行ってみたいのと、あとサパもすごく自然が綺麗って聞いたのでサパにも行ってみたいです。ホーチミンとサパ。サパ具体的にはホーチミンに行って何がしたいとかってあるんですか？うん、その何がしたいっていうよりも、まあ、そのよくハノイの人とかに全然人柄が、ベトナム人の人柄が全然違うよって聞いてて、なんか北の方は割と真面目な人が多くて、で南の方は結構自由な雰囲気だよって聞いてたから、そういうのを実際に感じてみたいなと思います。うん、なるほど。マイさんはどこか？私もホーチミンと、あとはフーコックとニャチャンとダラット行きたいです。めちゃくちゃ多いですね。じゃあ意見が一致したところで、次回の旅行はまた3人でホーチミンにでも行きたいですね、はい、ぜひね、はい、なのでぜひあのホーチミンに住んでる皆さんとか、ここ行くと面白いよっていうところがあれば、ぜひ、まあ、それもねコメント欄で教えてください。ということで本日はスペシャルゲストとして彩香さんと舞さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょくちょくインタビューさせていただこうかなと思ってますので、今後ともよろしくお願いします。じゃあそれでは皆さん次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、またね。今回のダナンホイアン旅行は忘れられない思い出になりました。チュエンズリダナンホイアンランナイラーモッキーニエム本番を増高テクエン。動画が面白かったらぜひいいねとチャンネル登録を。ネウカクバカムタイビデオトゥビティニャティンハイダンキーケンニェ。メンバーシップも始めたので概要欄をチェックしてください。バーホッタイムビエンクンダーバッダウゾイ年格版ハイキムチャーファンハイクワッニェ。